即死コンボだけど、他にもいっぱいあるんでね、ちょっとこれを参考にしていきたいと思います。横必殺、下強、体当たり、横スマっていう感じでやってください。それでは、バイバイ。体当たり、横スマっていう感じでやってください。はい、でも、ちょっと待って、本当に。ちょっと待って。マジで面白かった。はい、どうも、こんにちは、めめです。今日も楽しく、スマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回ですね、今、TikTok のね、動画を見てて、それで即死コンボがありますっていう風に言ってるね、動画があって、それをちょっとね、見てたんですけど、あれはね、厳密に言うと即死コンボではないかなっていう感じですね。横必殺、下強、ダッシュ、横スマッシュ。でしょこれでしょ右側の連続ヒット数見ればわかるんだけど、繋がってないんですよね。うん。で、あと、この時点で、相手が受け身取れる可能性はあるので、まあ、これも、まあ、この時点で即死じゃないっていう可能性ある。まあ、でもね、受け身失敗したっていう前提の元の即死コンボって色々あるので、まあ、これはまあいいとしよう。まあ、これはまあいいとしよう。ここまではいいとしよう。だけど、この後のダッシュがね、この時点でもう、カウンターが回ってないし、しかもこのダッシュの後のこれすら、カウントが回ってないので、まあ、即死コンボではないかなっていう印象がありますね。まあ、ただ、まあ、弱いっていうわけでもなさそうかな。横必殺、下気を入れた時に、ここでダッシュ入れるとする。そうすると、相手は相手側ね、俺が今相手側だとして、相手ビビってこうやって回避する可能性があるんですよ。まあ、そこに合わせて、横スマッシュ、当てるっていう、こういうなんかね、読み合いとしての強いムーブになりうるかもしれない。うん。強い読み合いになりうるかもしれないムーブって感じですね。どっちかと言ったら。コンボではないかなっていう感じですね。まあ、とりあえずこれでちょっとバーストしてみようか。この TikTok 即死コンボで、ちょっとね、オンラインでバーストするまで終われまてんとかやってみようかな。さあやっていきましょう。キングクルールか。ちょっとやだな、ガノン使ってる時に。うん。まあ、俺、横必殺、即死ムーブをやるからね。当たんない。横必殺、下強、ダッシュ、横スマッシュ。ダメですね。出ません。横必殺、おお、すり抜けた。くご？当たんない。横必殺、横必殺、下強、ダッシュ、横スマッシュこれが TikTok 即死コンボが。これはどうなのかってとこだよな。一連の流れじゃねえもんな。さあ次、ルキナミラーか。まあ、正面から嫌なんだよな、こういうミラーとか。もうじゃんけんバトルだからね、こういうの。オッケー。マジなんかね、こういうじゃんけんゲームズになるから嫌なんだよね、マジで。上りのクエヌ、なんだミラーはそんなしたくないね、マジで。危ねえ。よいしょ。当たんねえか。さようなら。復帰阻止ね。やっぱ来るって分かってたら別に怖くないからね、復帰阻止来ても。こうやって復帰阻止阻止になるから、マジで次、プリンかーい。プリンかーい。おお、なんだ、ラッキー。よ、OK。
しょ。さようなり。死なないだと。結構重いな、プリン。ダイエットした方がいいぞ。デデデが言えねえよな。あぶねえ。オーケー。よいしょー。 OK。 やめてー、やめてくれー、やめてくれー。おう、いいよ。 OK。 よいしょー。いや、ほいほい。よいしょ。ほい、なんだ。何が起きたか全く分からなかったけど今。今日ルキナ多くね。なんかやばいやばい。オッケー。いいよ。いいよ。うん。オート照準。オッケー。反転空母。いいよ。さようなら。ゼロパーでとりあえず1ストー落としていく。いいよ。当たんない。いないよ。罠が結構大振りだよな、パルテナさんは。クソ、かわしたけど。テレポート。いいよ、空号。当たんない。いいよ。クエネがマジで強い。オート照準。めくっていくあたり。くそ、当たんねえな。オート照準。うわ、なんかすげえステステキッツやな。オッケー。ほいほい。復帰ミスしたないで。いいよ、いいよ、いいよ。わあ、やばい。つかみ範囲がわからない。クマエダッシュ。パルテナ強、マジやばくね、このキャラ。強すぎやろこのキャラ。マジで強いと思うわ。さあ、何をしましょうかって言ったの今。わかんなかったわ。はい、ということでね、今回は、ガロンの TikTok 即死ボムについて触れてきました。少しでも参考になればなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ということで、じゃあね。